海外にとっては悪い条件はありますけどね。そうですね。それと、まあ、こういう天候ですから、まあ、肘がもともと悪い人ですから、そっちの方にも負担もがかかってくるんではないでしょうかね。それはあるかもしれませんね、ロッテのダグアウトです。ディアズ今日1回目はスイングアウトの三振。第1球はスライダーです。どうもコントロールが甘いですよね。そうですね。この人の場合はあそこの右バッターの外角低めのスライダー、ストレート、ここのコントロールはもう抜群のピッチャーなんですけどね。まあ、マウンドがちょっと抜かれてるという形のものもあるでしょうけど、コントロールが悪すぎますね。センターへ秋山、ドラッとバック、まだバック、まだバック、村田を尊敬します。ディアズのスリーランホームラン。スリーランホームランが出ました。30号のスリーランホームラン。4対0となりました。ロッカーには村田兆治投手の写真を貼っておりまして、村田を心から尊敬しております。このマイク・ディアズの嬉しい30号スリーランです。まあ、このバッティングというのはパワーですね、このセンターへこの打球で入るということは、やはりそれなりのパワーを持ってなければそれができないと思います。